皆さん、どうもこんにちは、しおりです。今日はなんとね、新幹線に乗ってるではありませんか。そうです、今日は神戸に向かっております。インスタとかではね、ちょっと言ってたから知ってる人もいるかもしれませんが、別件でね、行くことがあって、ちょいと前乗りさせてもろうて、一人はしご酒してきちゃいます。お天気もよろしくてですね、何よりです。一世の聖一。はい、ということで到着、新神戸駅ですが、こっからね、乗り換えて三宮ってとこまで行くんですけども、なんかね、三宮っての出つく駅とのがつかなくて、三宮って読ませてくる2駅あるんだよね。ちょっと理解に苦しむんですけど、着いた瞬間の関西弁が飛び交う感じ、あとエレベーターが右じゃん、もうそういうのだけでとってもウキウキワクワクで、今日は視聴者さんにもともと聞いてた口コミから選出させていただきまして、3件と思いきや4件と思いきや5件回りましたので、ぜひともご覧いただければと思います。それではどうぞ。もう1件目は絶対ここだと決めておりました。家庭の延長ってね、なんて素敵な言葉なんだ。梅酒、あと焼酎、瓶ビールやったら君に朝日のサプライズ。ハイボール。ハイボール。お願いします。優しそうなおじちゃんにハイボールを頼んだんですけど、もうまだこれ3時だよ。もうほぼ満席。愛されてるなということがひしひしと伝わってできます。やっぱりおでんが人気です。おでん。そうですね。ありがとうございます。そんなお隣さんもおすすめのおでんが目の前に浮かんでおります。これさ、パーテーション越しだからこの色なのかなって思いきや、ノンパーテーションでも同じ色というね。まるでマジックかのような。美味しそう。サービス？やった、ありがとうございます。はい、すいません。もうここのおじたんがね、すごいいい方で、卵サービスしてもらえちゃいました。温けいですね。あ、ちょっともう乾杯が表面張力で不可だったので飲ませていただきましたが、まあ濃ゆい。私こんなに茶色いおでん初めてかもしれない。だってこの卵とかさ、もうガングロ卵じゃん。でもね、茶色いは美味しい、これは鉄板ですから、安心して口の中へのはずが、からし食らう我。そしたらお次はセロリ漬け。こういう早いうちから飲めるお店に、漬物とか塩辛とか、こういうちまちま系があるとめちゃくちゃ嬉しいんですけど、っていうのもこの先長いので、女装的な意味合いでね、軽いものがあると嬉しいなって思うわけなんですけど、まあそれにしてもこのメニュー活かしすぎ。おでんのお汁と同じ色してるよ。そしてさ、今回インスタで、ここのお店絶対しおりちゃん好きだと思うって言ってくれた人がね、結構いらっしゃったんですけど、もう私より私の趣味思考を分かってくださってると言いましょうか。ほんとドンピシャなお店教えてくれるよね。ここはよく来るんですか。そうですね、割り方は来てるんですけど、大丈夫か。あ、そうなんだ。さっきね、男の方いたんですよね。うん、すごい気前のいい感じ。
よ。そこのエリア自体ね、いいよね、本当そう、ちょっとあえて、そう、よかったです。駅近いのもいいですよね。ね、すごい行きやすくて、あ、いいらしいですね、軌道だよ。何軒か行ったとかね。そうです、そうです。ありがとうございます。何軒も行って帰りちゃうんだ。そうそう、ちゃんと帰らないと大丈夫です。隣の優しそうなご夫婦の方々としばしの歓談交えまして、さあ次へ向かうぞといった感じです。ごちそうさまでした。ほっこり。さてはて、2軒目はなんとお隣。2軒目に行く店どうしようかなって悩んでさ、1軒目を出たらまさかみんながおすすめしてくれたお店が隣にあるもんだから、こりゃ運命だという感じで入店。立ち飲みです。ここね、すごいのがせんべろセットっていうのとたしなみセットっていうのがあって、せんべろセットだとお酒3杯あて1品、たしなみセットはあて3品、ドリンク3、あ、ドリンク1杯っていうね、めちゃくちゃお得なセットがございまして、できることならばせんべろセット行きたかったんですけど、やっぱりこんな2軒目で3杯いっちゃったらそれはそれは大変なことになりかねないということで、本日たしなみの方にさせていただきました。あ、でこれ、ホタルイカお気づけは追加で頼んでみたよ。とにかくね、ここをおすすめしてくださった方もめちゃくちゃたくさんいらっしゃったんだけど、人がとっても素敵ですっていうねコメントをいただいていて、人がいいお店に外れなしって言うじゃん、言うじゃんっていうか私が今作ったんですけど、でもね、本当に本当にみんなが言う通り人が大変よろしくて、あの店員さんがめちゃくちゃいい方だから、きっとルイは友を呼んでるんだろうなと言った店内の雰囲気、ここでね飲んでたら友達100人できちゃうんじゃないかなといった感覚に陥りました。ちょっとさ、話に花が咲きすぎちゃって、全然動画撮れてないんですけど、まあ、これがリアルということで、このお店だったら本当一人飲みが恥ずかしいですみたいな人だっても絶対できるから。あとね、なんか情報集めに1軒目とか2軒目に来るのいいかな。美味しいお店とか聞いたりなんなりどうでしょうか。近所に欲しいそんなお店でした。ごちそうさまでーす。皆さんまだ2軒目ですよ、ついてきてますか。私は若干アフレコに疲れてきてというか、うまくいってなくてちょっとへこみ気味なんですけど、それでは行ってみましょう。3軒目。やっぱり1軒くらいはこういうおしゃれなところ入れときたい、そんな私なんですけど、ここもねすごくすごくリクエストをいただいて、1階が立ちで2階が座れるみたいなんですけどね。で、まあ2軒連続立ちになるけどいっかって思ってたらね、なんと一昨日くらいにここの立ちスペースにも椅子ができたんだって。だからめちゃくちゃラッキーって思いながらハイボールたしなんでおります。さて、もうこれは今日何食目のご飯に値するのでしょうか。鶏レバーとハツのコンフィ。コンフィですって、まあおしゃれ。そして何よりのこの表情。私さ、レバーもハツも大好きだから、もうこりゃたまらんし、なんならワインいっちゃいたいなーなん
ていうふうにも思ってるところ。そしてね、なんとね、こちらの方、ここの店員さんなんですけど、なんと私の動画見てくださってるとのことで、嬉しい、美人って思ってたら、またもや美人なサーモンとイクラのブルスケッタ、めちゃもう宝石のてるみたいにキラキラと輝いているんですけど、またさ、こういうデートに良さげなお店って照明さえも美しく計算されてるじゃん。だからね、本当にお料理映えるんですよね。そして見た目だけでなくお味も最強。またね、サワークリームが一番下に乗ってるんだけど、それがね、ケチらずどっぷり乗ってるんですわね。そんな私、たまらず赤ワインを頼んでしまいました。なんかこういうおしゃれなお店で一人赤ワインとブルスケッタだっけ、ブルスケッタとコンフィで飲んじゃってるなんて、まあなんと一丁前な。でももともとスタンドっていうのもあって、カジュアルな雰囲気もありつつ、キラキラ輝く宝石のようなお食事も楽しめるしでね、デートはもちろん一人で来るのも全然良いかなと思います。ワインを最後グビリと行きまして、ごちそうさまでした。なんか今お祈りしたね。どうやら神戸めちゃくちゃ餃子の激戦区、私知らなかったんだけど、みんな口を揃えて餃子屋さんの名前言うの。しかも違うお店なのね。だからもうどこ行けばいいかわからにゃわからにゃで、とりあえずこちらに来てみました。ここはね、なんと餃子一本勝負、ライスすらないみたい。もうお酒があれば私は大丈夫なんですけど、そんな私、とっても眠そうに餃子を待っております。はい、おじいちゃんがね、こうやって一人頑張って焼いておりましたが、さあ来た、私の餃子。そしてこちらが噂の赤味噌ですね。関東にはないよね、これ。初めましてなんですけど、こちらを餃子につけましたら、いただきまーす。オーマイガー、美味しい。このドロッとしてね、濃厚な赤味噌だれがお酒に合うんだよね。このタレだけちょっと舐めて、また飲んで、ちょっと舐めて、また飲んで、みたいなやつもできちゃいそうな、そのぐらいの濃ゆい味で、私はね、お酢が好きなので、この赤味噌だれにお酢をちょちょいと加えて、そうして餃子を飲むように食べました。もういとも簡単に食べ終えちゃったな。神戸餃子堪能。でね、本来ここの4軒目で閉めようと思ってバスに乗ってるんですけど、このあと実は両親と合流しましてですね、みんながおすすめしてくれたリベロ前というお店にもね、来ちゃったんだよね。どんだけ食べるんでしょうか私。でもさ、みんなが一生懸命おすすめしてくれたところ、少しでも行ってみたいじゃんという感じでした。はい、ということでいかがだったでしょうか。もう美しい海、優しい人、美味しいご飯って感じでね、最高な神戸旅でした。
それでは最後まで見てくれた方々ありがとね。また見てください。じゃあのー。